つもありがとうございます。はい、週末ですね、 1,2,3,4 個の箱が届いて、封書が1つ、全部で5個ですね、届いてます。開けます。で、当選通知もらってて、もう動画でも言ってるやつが3つと、新しく来たやつが2つですね。はい、では順番にやっていきます。で、前回ね、ちょっと動画で言い忘れました、こちら引き換え系で当たってますということで、こちらは2月21日にヤフーアプリの方ですね、日替わり無料クーポンが当たるというやつで、こちらのカフェラテ138円と引き換えてきました。はい、じゃあ通知もらってたやつからやりましょうか。まずこれですね、ワンケース、体フリーノンアルコールが24缶ということで、2月9日に LINE の方で通知いただいてたやつですね。ちょっと開けてみます。なんか1缶ずつ取り出せますってことなので、6缶パックにはなってない感じなのかな。あ、こんな感じになってますね。はい、ということでこういうのが24缶当たりました。はい、前言ってた LINE で通知来たって言ってた移動ハムのハム詰め合わせですね。開けます。なんかね、あのユニバ外してハム当たったから、ちょっと立派なハムギフトをね、期待してるんですけど、持った感じそんなに重くないんですよ。開けます。よいしょ。まず当選通知からですね。伊藤ハム商品を買って大切な人を笑顔にしようキャンペーン、ご当選景品お届けのお知らせということで、伊藤ハム豊橋工場商品詰め合わせにご当選されましたということです。はい、ということで、はい、じゃん、アルトバイエルンと、あ、フォークピッツ結構便利ですよね、結構使えますと、これベーコン、これまたマークが使えるやつですと、これちょっとお高いウインナーが、あ、これいいじゃん、カルパス、カルパスって言わんのか、これおつまみドライ、なんて言うんだっけ、ドライソーセージ、あ、いいねいいね、生ハムということで、これだけ詰まっておりました。ありがとうございます。はい、ではこちら2月10日にツイッターの方でダイレクトメールいただいてました。日本ペットフード株式会社様より、日本ペットフード未来のために始めようビューティープロ無料試しキャンペーンっていうので当たったやつですね。はい、よし、あ、ダブルチャンス、あ、違う、これまたなんかやってますね。当選者3000名様のみがご参加いただけるダブルチャンスのキャンペーン入ってますね。はーい、ということで猫ちゃんの餌が2つかな、2袋入ってました。はい、私はね、猫飼ってないんですけど、妹も飼ってるし、あの旦那の実家もね、飼ってるので、これはまた渡したいと思います。続いてはこちら、こちらお初になります。本麒麟の最初の一杯体験キャンペーンということで、当選人数がね、結構多かったんで、おソロの方も多いんじゃないかなと思います。これはウェブから応募した分になりますね。当選人数1万人だったかな、だったと思います。よいしょ、あ、すごい高級な感じの箱に入ってますよ。はい、では開けます。はい、じゃん、キリン、本キリンのグラスと、本キリンが1本ということです。当選通知は、あ、すごい、あ、すごい、あ、すごい、いいよ。はい、新しい本キリンのうまさの秘密、うん、これは何だろう、これは何だろう、これかな、当選通知。はい、この度は最初の一杯体験キャンペーンにご応募いただきありがとうございました。新しい本麒麟をお届けしますということです。はい、これはいいですね。これはオープン検証で特に何も買わなくてもよかったので応募しやすかったですね。で、続いてですねが、はい、こちら
サンスター進撃のプレゼントキャンペーン当選案内商品券在中ということで、簡易カット名届いてます。これはね、そうそう、これはねハガキがあったんで分かってるんですけど、私ね2つこの平和堂とサンスター、あと杉薬局とサンスターの方に応募したんですよ。でどっちが当たったかなって思ってちょっとぼーっとハガキ見てたら、サンスターのキャンペーンってこのハガキの下にね番号がねついてて、この当選のこの封筒にもね番号がついてるんですよ。なのでこっちが杉薬局の方が当たったんじゃないかなと思ってます。開けてみます。どうでもいいですけどね、どうでもいい情報なんですけど、そんなことに気づきましたということで、いやいやもうすっかり忘れてたキャンペーンなんでこれは嬉しいんですけど、よいしょ、進撃のプレゼントキャンペーン、進撃のお年玉ご当選おめでとうございます。この名前進撃の毛先どうですか皆さん。私ねこの当選来るまで気づかなかったんですけど、進撃の毛先ってねなんか笑えますよね。はい、ということで進撃のプレゼントキャンペーンにご応募いただき重ねて御礼申し上げますということです。当選品はなんと500円券、杉薬局の500円券が1,2,3,4,5,6,7,8,9ということで5000円いただきました。ありがとうございます。140名様でした。はい、ありがとうございます。いやこれはめっちゃありがたい。杉薬局の商品券当たったの初めてですね。期限はなさそう、期限はなさそう。はい、ありがとうございます。いやー進撃の毛先ちょっとしばらく忘れなさそう忘れなさそう。去年もね5000円1回だけ当たってるんですけど、去年もねサンスターだったんですよ。サンスターいいですね。イエーイ、ありがとうございます。はい、ということで今日の動画は以上です。ありがとうございました。